国内試合から出場時間も増えてきていると思うんですけれども、実際にその公式戦で出て感触はどうでしょう。そうですね、まあ国内試合から出させてもらって、まあ、やっぱり、まあ、途中出場で出ることが多かったんですけど、まあ味方も相手も疲れた中で、まあ、出ることが多くて、そういう中ではある程度自分のプレーを出すことができたり、流れを変えたり、そういう部分が、まあ、少しはそういう感触がつかめてた部分があったんですけど、まあ、前節の神戸戦だったり、まあ、そこで初めてスタメンで起用してもらって、まあ、そこでやっぱり自分の力っていうのをまあ痛感したし、まあ、足りない部分も多くあるということを感じることができたので、まあ、また日々のトレーニングで、まあ、全力で取り組んで少しでもそこを埋められるようにしていきたいと思います。今日の試合、まあ、途中出場するときに、まあ、監督からこうどういう指示を受けて、まあ、もう翔也と2人で流れを変えて2点取ってくるということをやりました。まあ、実際その今日のプレーに関してのこう感想というか。そうですね、やっぱりああいうふうに引いた相手っていうのはやっぱあると思いますし、その中でああいう時間帯で出されて、もっと、まあ、工夫して相手出して、まあ、相手のゴールをこじ開けるプレーが必要だったかなと思います。じゃあこの後の、ゲームに対してのこう抱負というか、あの目標というか、その辺をお願いします。まあ、ここで3連敗してしまいましたが、まあまあネガティブに捉えることなく、本当に少しでもポジティブに考えて、まあ、流れをまた上向きにできるようにチーム全体でやっていきたいと思います。ありがとうございました。